あとは封印するだけぞ。こわっ、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男ナガトが俺を裏切った手段。けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。くっ、クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血は筋肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱の、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千獣、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。か、まずい。奴が次に狙うのは。さあ次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。よく見た、江戸天生の体じゃねえ。俺はもう死者ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。そうだな、これについてはオビトに感謝しなければならないな。ナガトのところに出世。オビト。まあ、それは俺の計画のうちだった。てめえ。そろそろお前には眠ってもらおう。美獣もろとも。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ、このままぶっ潰してやる。
今だ。おう、重ねろ。遅くなりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあ、こっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ、見ておけ。陰謀、変獄。何かしてくるかもしれねえ、注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな、これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は…ナルト！神音が…美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今、死の淵にいる。だが、まだ助かる。すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも、二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため、非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸転生のままが良かったと悔やみながら行け。どの道をお前に残された時間は少ない。お前は生き返ってまで何を望む。わしらの時代はどう終わっている。わしらも間違えなく人事に終わってやるだろう。だがこの
世界は失敗した前任者柱間のもの。死にかけの患者には荒療治が必要だ。エントン、スサノオカグツチ。消えろ、古き時代とともに。言ったはずだ、旧時代の異物がシャシャるなと。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。うわぁ、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。